FNS 歌謡祭 2009FNS 歌謡祭 2009FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2009年12月2日19時23時18分に生放送に放送された通算38回目の FNS 歌謡祭。今回のテーマは奇跡のコラボレーション奇跡のカバー曲であるスマップの草薙剛が第36回以来2年ぶりに司会に復帰。 FNS 歌謡祭における司会帰り崎は彼が初めて。森高千里が第26回以来12年ぶりの出演。ラブサイケデリコは生放送のテレビ番組に初出演となった。常連だった浜崎あゆみ、ミスター・チルドレン、ニュースが出演しなかった。また、ワットとしての出演はなかったが、小池鉄平がゲストミュージシャンとして出演した。 平均視聴率は関東地区で18.5%と例年よりはやや低調だったが関西地区25.6%東海地区26.5%など他地区ではいずれも高視聴率を記録した今回まで5年連続で司会を務めた黒木瞳は今回を最後に降板となったは放送と同時期に愛知県名古屋市で 自身の座長舞台が開催された試し会を外れ、第40回も起用されずそのまま降板となった。スマップがトップバッターで、そっとキュッと大鳥で、世界に一つだけの花を披露。活動休止に入る直前だった綾香が鳥から2番目の位置で、みんな空の下を熱唱した。前回のアラジンに続き、クイズ。ヘキサゴン2から鶴の武士とヘキサゴンオールスターズが、 出演。しかし、ウエッチユスケは出演しなかった。同じく、ヘキサゴンオールスターズのメンバーとして、泣いてもいいですかのレコーディングに参加した、島田紳助野久保直樹キ、ミのアンガールズ、中村瞳、牧原敏之も出演しなかったが、泣いてもいいですかのレコーディングには、悲惨化ながら、クイズ。 ヘキサゴン2の常連出演者の渡辺正幸、ラサール石井、辻望美、両映が出演した。また、ヘキサゴンオールスターズのメンバーは、歌唱時、この年7月に同番組を主体に放送された、FNS26 時間テレビで用いられた、T シャツを着用していた。司会の黒木瞳と当時放送されていた、関西テレビ制作のドラマ、 リアルクローズで共演していた、の王よ三姉妹が、ゲスト出演。また、前回に引き続き小倉智明も出演。ジャニーズ事務所からはスマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、NYC ボーイズの7組が出演した。小池徹平、小林武史、小倉博和、小バ、村地香織、宮本エミリ、アラン、ツタヤ光一、ボイスオブジャパン。ありがとうございます。